いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2015年モデルメルセデスベンツ S550 ロングプレミアムスポーツを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロント複数箇所、ボンネットに飛び石、右リアフェンダー、右フロント以外のドアエッジに傷、ルーフに焼けがございます。走行距離に関しましては約4万2000キロ走ってるお車です。外装色はダイヤモンドホワイト、インテリアはブラックレザーが採用されております。メルセデスベンツ S クラスの中でも高い走行性能、快適性が魅力の S550 ロングでございます。こちらのお車に関しましてはプレミアムスポーツということで、通常はオプション設定である AMG スポーツパッケージやショーファーパッケージが装備されており、スポーティーかつラグジュアリーな仕上がりの1台となっております。またダイヤモンドホワイトのプレミアムスポーツに関しましては140台限定と市場でも大変希少なお車です。ヘッドライトに関しましては LED が採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは 4.7 リッター V 型蓄気筒のツインターボエンジンが搭載されており、最高出力は455馬力でございます。また足元に関しましては純正の20インチアルミホールが装備されており、足元からも迫力を感じる1台です。続きましてリア紹介させていただきます。テールライトに関しましても LED が採用されており、安全性、視認性ともに優れたデザインとなっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。トランクスペース広々と加工された1台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席、助手席、若干の使用感がございます。またデジーノメタライザーシュートパネルが装備されておりますので、インテリアより上品な仕上がりの1台となっております。ではエンジンを始動します。ステアリングに関しましては日本スポークのコンビステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速が可能です。またアダプティブクルーズコントロールにより快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと360度カメラとバックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードに関しましてはエコモード、スポーツモードが用意されており、サスペンションに関しましても2段階での変更が可能です。フロント両席に関しましてはシートヒーター、ベンチレーターが装備されており、一年中快適なドライブが可能となっております。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましても若干使用感がございます。また広さに関しましては足を伸ばせるスペースが確保された1台です。
後部座席にもシートヒーター、ベンチレーター、ブルメスター製のスピーカー、パノラミックスライディングルーフに加え、ショーファーパッケージによりリアモニターやオットマン機能が追加されており、後部座席、快適性あふれる室内空間となっております。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2015年モデルメルセデスベンツ S550 ロングプレミアムスポーツを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約4万2000キロ走ってるお車です。車検に関しましては2020年の2月まで有効です。数多くの専用装備によりワンランク上のお車となった S550 ロングプレミアムスポーツでございます。こちらのお車に関しましては455馬力を発揮するエンジンと7速のオートマチックシフトにより圧倒的な走行性能をお楽しみいただける1台となっております。またレーダーセーフティーパッケージも装備されておりますので、安全安心にドライブをお楽しみいただけます。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。